するしない。なおやどっぽの至極の一曲、はい、言わなかったね、ついに。え、今までずっと至極の一曲って一緒に言ってくれてたのに今回言わなかった。え、なんなら2回目も言ってないですよ僕。え、なんならとかじゃないよね。だったら言ってもらえる、それをせめて。どうしようかな、もう一回やり直しね。いけ、え、なおや、え、いや、もう一回やるでしょ。いや、いいでしょ、まあ、いっか、まあ、いっか。そうそう、まあ、ということで、うん、至極の一曲始まりました、はい、さあ、この至極の一曲は、はい、ですね、まあ、僕と、河野さんで、まあ、僕ら麻雀マニアなんで、こう、いろんな放送対局を、まあ、年がら年中見続けてるわけですよね。年がら年中見てますね、はい、まあ、勉強しつつ、うん、日々の楽しみにしつつ、うん、この一曲すごくねみたいなのってやっぱり結構その麻雀プロ同士でも例えば、まあ、会った時とかご飯食べながらとか話題にすることって多いじゃないですか。ありますね、まあ、そういったお、この曲一曲すごくねって僕らが思った曲を皆さんにこう何がすごいのかっていうところを含めて、お伝えできたらということで始めた麻雀オタクによる皆様のための番組です。そうなんです、はい、2人ともね独自で言い出すんで正解かどうかはまあ置いといても、ね、はい、僕たちがこう思ってますっていうのを言う企画ということだけ分かっていただければと、はい、まあ僕らが楽しい、そう、僕らが楽しいんで それをみんなにも共有したいなと思って、ね、そうですね、見ていただければと思いますので、はい、じゃあそれでは本日のテーマいってみましょう、はい、鈴木太郎堀慎吾の至高の情報戦、イエーイ、イエーイって言ったもののね、今日ちょっとあんまりいい声じゃなかった。え、本当にダメだった。前まで良かったんだけど今日なんかちょっと下に行っちゃった感じ。下に行っちゃいました。まあまあ一回、はい、もう一回しか流さないからね、これはもう一回だけの、一回だけの、一回だけ、二回三回見せてるのを視聴者の人に見てもそんなダメダメだ。そっか、さあ、ということでやっていきましょう。はい、はい、じゃあ長くまで見ます。さあ今回はですね、はい、第18期ジャンオー決定戦の第3節の模様ですね、5月19日に行われた一曲なんですが、まあこのジャンオー戦というのは日本プロ麻雀協会のリーグ戦ですよね、はい、この日本プロ麻雀協会のリーグ戦の特徴ってあります、うんうん、まずですね、まあ、僕らは最高位戦ですけど、はい、ちょっとルールが違います、うんうん、まあ、何が違うかっていうと、まあ、例えばその一発とか裏ドラがあったりとかっていうところは一緒なんですけど、順位によるボーナス、うん、いわゆる馬とか丘って言われるものがちょっと違うんですね。で、馬は最高位戦も、協会さんも10、30、トップが30、2着がプラス10、3着がマイナス10、4着がマイナス10、これはどっちも一緒です。ただ、協会さんの場合はトップを取った人にさらにプラス20ポイント、要は2万点分ボーナスがつきます。うん、なので、よりトップを取るのが偉いルールなんですよね。まさしくその通りでございますね。そう、なので、まあ、団体ごとのこう選択の特徴というか、うん、っていうところで言うと、トップが偉いので、ちょっとリスクを背負ってでもトップを取りに行く選択をする場面が多く見受けられるルールです。うん、その通りでございます。はい。まあ何もね、動画見てないくせに偉そうでしたね。いやいやいや、もうルールにおいては別に動画見てなくても言えるんだよね。はい、そうですね、うん。ということを踏まえてですよ。はいはい、今何一局のゼロ本番。はいはいはい。で、親が堀選手。はいはい。で、なんちゃんの鈴木太郎さんが現在トップ目で、うんうんうん、3万7000点持ってる鈴木太郎プロが、はい、今この形で、上ちゃんの堀慎吾選手から出た白をポンしました。うんうん、これ太郎さんポイントこれ間違ってるぐらいすごいっすね。下のトータルの方、そうトータルの方はいいの、とりあえず見ないで。まだだってこれ2節しか終わってないでしょ。まだそう、8分の6トップだったからね。なんならこれ今9分の7トップで、この今2回戦となってるところが1回戦トップだったんで、ぶっ壊れですね。9分の7トップだと、はい、そんなぶっ壊れた太郎さんがパックをポンしてると、やっぱ9分の7トップで414いくっていうのが協会ルールの凄さだよね、うんうん、あ、確かに確かに。最高位戦ルールだったら、うんうん、例えば4万点で9万、うんうん、9の7だったら、ね、うんうんうん、4万点だから280、そう280しかいかないんで、うん、ただ2着2着でね、それぞれ4万点ずつ持ってますって下も300がいいとこですもんね。そうそう、うん、全然だから。で、太郎さんこれ確か3着も引いてるし、うんうんうん、2着2着ではないんで、うんうん、それでこれぐらいいくっていうのはやっぱ協会ルールの凄さですよね、うんうんうん、
さあというところでこの形、はい、太郎さんが白をポンしました、はい、これ難波のなんちゃということは、はい、あらこれダブなんじゃないですか。じゃあもうハネマンですよ。何ポンできたらね、はいはいはい、ハネマン確定。もうハネマン確定してるんだったらこの時点で5000点くらい欲しいですよね。そうもうダメだ、そうじゃない、ね、ダメ普通にそうって言っちゃったけど、そうじゃない全然だいいじゃんね、もうだってそう、あのこの形も最高に欲しいじゃないですか、うん、そう大体上がれるし、だったらね中にくっついてもいいしね。そうもうなんか8000点と1万2000点の、まあ、間にちょっと半分ぐらいにして5000点ぐらいちょうだいいいよ、じゃあそれちょっと競技会に出してみて、はい、行こうそうこれね、うん、何がすごいのって思うぐらいの手配じゃない、はいはいはい、こっからよ、うんうん、ドラマが持ってるのは、はいはい、さあそれって白ポンしてもういいシャンテンですよ、うん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 、まあ難が泣けたら白ダブ難本一ドラ1、ああ本一、あ本一、危ない危ない危ない、本一ドラでハネマンの確定しますよねっていう点になってて、うんうん、まあもちろんね先ほどねトップさんも話してもらった協会ルールなんだけど、うんうん、やっぱトップが偉いルールで、うんうんうん、堀さん的にはね2着の堀さん的にはやっぱり太郎さんにこう上がられて親が落ちるのにいかないじゃないですか、はいはいはい、そうですね。特にね、なんか、もう皮もちょっと濃い、うん、もうピンズのドライ色の本一してるかもしれない感じになってるじゃないですか。そうですね。でも、太郎さん、こういうお出かけめっちゃ多いですよね。そう。でも、鈴木太郎プロって、実はお出かけ多いんですけど、うん、遠くて高い仕掛けがほとんどなんですよ。そうなんですよね。いや、本当にね、本物かどうかわかんないけど、本物だったら大怪我するみたいなやつがめちゃくちゃ多いんですよね。あと、太郎さんも本物に しすぎるんですよね。そうなんです。間違えた。したがるんですよね、すごく。だあの僕、よくこういう仕掛けについて太郎さんと話するんですけど、はい、でも僕はね、あの遠いって言われるけど、全部はかれると思ってやってるブラフはないよって。ブラフにしてるつもりがないんだもんね。そう、そう。全部上がれるんです。まあ、っていう太郎さんの特徴も踏まえた上でなんですよね、これ多分ね。うんをそこでアガさんがシャンをポンしてこのイーシャンテンですね、うん、はいはいはい、ここまではいたって普通じゃないですか、うん、まあ、アガさんもね須田さんと点数近いですしね、うん、まずは上がって、しかも2人ともまだ親も残ってるんで、うん、もうトップ全然目指せるじゃないですか、はいはいはい、アガさんが上がってってことですね、はい、あこのウーピンチして振り伸ばすこともできるんですよ、はい、アガさんが上がっては全然スルーしたいですね、はいはいはい、あこれでさらに手が広くなってイーシャンテンになりました、うん、これウーピンチしなかった理由ってどういうところなんですかね。やっぱ手配を見せたくなかった。これね解説でも言ってたんですけど、うんうん、ウーピンチしたらやっぱり今だったらまだダブナンを出してくれるかもしれないけど、ピンズ1枚さらしてしまうと、うんうん、もうダブナンってなかなか泣かれたらきつい牌だからっていうふうに言ってたんで、おそらくその思考はあったと思うんですよね。そんな困難してるうちに堀さんがイーシャンテンですよ。これドラドラじゃないですか。しかもこれ難しいですね。おバニー三蔵が4枚切れ。でなおかつこれメンツテもいいシャンテンだし、チートイツもいいシャンテンなんですね。じゃあ思い切って、うん、嘘切っちゃう。あ、普通。普通にメンツテに行った。でもなんでこれ、僕今ちょっとふと思ったんですけど、うん、これ、キューピン切りたくないんじゃないですか、太郎さんに。ああ、チートで転敗した時に打ち出すキューピンが嫌だってことね。そうそう。あそれできれば切らずに転敗したいなっていうのがありつつの、なのかなって。おお、ピンズを切る前にリーチって打てちゃえばいいですもん。うんうんうん、あ、このインピン出ました。これチーですね。チーですね。もう代わりに言っときましょう。チー。はいはいはい。はい、チーしました。はい。はい。ちょっと止めますね。はい。これちょっともう一回形見よう。はい。チーしました。はい。ハクポンしてます。一二三のピンズチーしてます。ナン二枚。六七七七八八。で、これ僕だったら話していいですか。はい、これね。まあ、ちょっと河野さんよく分かんないと思うので説明してあげるんですけど、見たの俺だけどね、チーピン切ると断面の転配なんですよ。ちょっと待って、ちょっとパービンを離れてて、うん、ちょっとね、これ分けないでよく分かんないけどね、断面になってる、うん、ね、6、7、7、8、8で、あ、じゃあ6と9で上がれる断面なんですよね。そうだね、これじゃあチーピン切ってもいいね。で、もう一個の選択としたら、これ6切るとですね、うん、あの8とダブナンのシャンポンでダブナンでバチコン3000、6000って上がるって言われますよね。ローピン、あ、パーピンが慣れてるけど、パーピンこっち持ってくれば、パーピンとシャンポンになるね。そうそうそう、あ、よくわかりましたね。バカにしてるかい遅かったぜ、ツッコミが。ね、ほんとよく乗ってくれたなと思って、先輩が。ということなんで、うんうん、まあ大体、まあ大体7か6ですよね、切るのがね。7か6切るじゃないですか。はい、まあ、これも前振りなんですけど、うん、まあでも7か8切るんですよ、うん、前振りなんですけどって見たんかい。だってこういう取り上げ方するっていうことは、よくわかってるね。ほらこれちょっと、はい、うんうんうん、ここ注目です。
このパーピン切りちょっとすごくないですか。まずこれちょっと理由探しましょう。8切った理由。そう、8切った理由、これ、ね、実際太郎さんには理由はまだ聞いてないので、うん、今回は僕たちは、はいはい、一体このパーピン切りはどうしてなのかっていうのも探しながら一緒に見ていきたいなと思います。もし僕たちが鈴木太郎だったらっていうことですね。そうですね、はい、太郎さんはどう考えているのかっていうのをちょっと、はい、見たかったんだよね。で今、うんうん、皮天カメで見えますかね。自身で、ローピンが2枚見えで、はいはい、自身でローピン1枚使ってるんで、うんうん、ローピンが3枚見え、うんうん、でパーピンが1枚切れ、うんうんうん、でナンはションパイ、そしてキューピンもションパイということになってます、うんはいはいはい、なのでまあチーピン切ると6キューピンは確かに枚数的には5枚いますよね、うんうんうん、だからどうしても結構上がりたい手じゃないですか、うんうん、6球ピンにまあしやすいですよね。これは枚数いくらローピンが3枚見えてるといえども、うんうん、1枚ぐらい球ピンがいたりローピンがいてもいいんじゃないかと思うんで、で次ローピン切るじゃないですか、うんうん、ローピン切ってパーピンとのシャンポー、これは1枚切れなんですけど、やっぱりなんでの出上がり率、うんうん、あるいは積もり率がちょっと低いと思っていますよね。そこまで舐めてないよと、何が出るのか思ってないですね。っていうのもあるし、これ須田さんが皮がもう怪しげなんですよね。嘘を言いそうすまう、なんか僕国士無双かチートイツですみたいな顔してません、うん、だいぶメンツとしては難しいですよね。そうそうそう、これでメンツ構成作るの。なおかつこれ今須田さんがあの阿賀さんが切ってるあの泣いてるシャアを切ってるんでシャア4枚 見えてるんですね。もう安全牌。そうすると須田さんははいもうチートイツですと、国士なくなりましたもんね。でまあチートイツの人がいるときって皮からどの牌が残っているのかをあの判断するのって結構難しいんですよね、うん、だから例えばこれ今キューピンが今1枚も切れてないですけど、なんかちょっと1枚も切れてないのって逆に気持ち悪くないですか。そう、この順目ではちょっとおかしいよね、うん、そう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 、なんかねこれ逆に1枚切れてたりね、あの2枚切れてるとすごい良さそうに見えますよね。そう、2枚切れてたら、うんうん、いくら鈴木太郎といえどもこれはチーピン切ると思うんですよね、うんうん、そうですね。さすがに今度は積も上がり率、持ってない率が上がるというか、うんうんうん、ただこのねキューピンがションパイなのはやっぱりどっかに固まってる、しかも須田さんが統一手っぽいっていうのも情報にありますよね、うんうん、俺知ってんだぞと、お前隠してんだろキューピンをと、そう、俺の大事なキューピンちゃんを。でももう大事なキューピンちゃん1枚ぐらいやっぱいそうだから、うんうん、なかなか選択できないですけどね、うんうんうん、だから そういう理由で両面をやめてると思うんですよね、うん、でも逆にですねこれ太郎さん6キューピンが嫌だっていうのと同時にこれチーピン良さそうだと思ってそうじゃないですか、うん、チーピンはめちゃくちゃいいと思ってると思うんですよね。でこれ須田さんが太郎さんがピンズの本一をやってるのにこれチーピン統一は自分が3枚持ってるからありえないじゃないですか、うん、で須田さんが1枚チーピンをもうウーピンローピンとか切ってるのにプランプランって持ってますかって言われたら持ってないですよね、うん、持ってないことの方が高そうですよね。そうですよね。でこれ阿賀さんもローピン早いですよね。早い。でその後の手出しも入ってるしもうピンズこれ上のターツ持ってないんじゃねと思いますよね、うん、で堀さんもこれパーピンとウーピン両方手出しですよね、うん、そうするとチーピン含みのブロックがあるとするとちょっと変ですよね。変、あの2ブロックないとおかしいですよね、うん、なかなかチーピン持ってなさそうな手出しになってますよね、うんうんうん、まあ、逆にチーピンが埋まってないピンズ、例えば5-5-6とかから5を切ってチーピン受けが残ってるみたいなパターンありそうですけどね、うん、超ワンチャンスだけどね。あ、手がダメだ、うん、あ、そっか、まだワンチャンス、うん、ありますあります。そっか、まあ、まあそれぐらいなんで、うんうん、チーピンを持ってる確率は結構低くなりますよね、うん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 、そういったことでここ、うん、パーピンを切って、うんうん、なおかつこれ多分ウーピンがまだ3枚しか見えてないじゃないですか、うんうんうん、でこのパーピンとのシャンポンにしなかったのは、うんうん、ウーピン引きのスッチューピンなんも考えてると思うんですよね。パーピンもチーピンもいいのもあると思うんで、はい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 、3面ちゃんだ、3面ちゃんも視野にまだ入れて、はいはい、ウーピンも結構誰も使ってないんじゃないかと思って、うんうんうん、太郎さんはやってるはずなんで、パーピンシャンポンに受けずにチーピンシャンポンに受けたと思うんですよ、うんうん、まあ、それにしても、うん、まあ超いなそうですよね。こんなのよくこれ受けられますよね。この万願天杯で6キューピンじゃなくてこれに、なんか逆にねもう一個上座からパン抜けられたら僕チーって本当そう切ったけどチーみたいな、やっぱりちょっとやめようみたいな感じになるじゃない。そうそう、しかもキューピンシャンパイは本当不気味、確かに固まってると思うけど、うんうんうん、
山に4枚のことだって全然あるからね、もう1個ぐらいいてもいいんじゃねみたいにね、それをこれで心中できるのがやっぱり鈴木太郎だなと思った一瞬なんですよ。なるほどね。で、あ、これでももう1個ありますね。これこっから7切るとなんか結構分かりやすくなりません？気づいちゃった？そう、ついにそれに気づいちゃった。でもまあまだそっか、5が3枚しか見えてないのか。そう、にしてもだよね、まだ5が3枚しか見えてないんですが、うんうん、まあ、1、2、3、チーなんで、うんうん、まあこのチーピン切りは、うんうん、結構、うん、6級ピンには見えますよね。でこれその前の堀さんのパワーピンもオーピンも泣いてないですもんね。だから泣けませんでしたよって。もう泣けてテンパイ取れるんだったらね、テンパイ取るんで。そうそうそう、まさかでも実際泣けたけど泣かなかったんですよね。そうですね、うん、けどテンパイ系にはなんないんで泣けても、うん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 、なんでこのパーピンをチーピンを切ってテンパイになるかって言われたら、うんうん、ウッパーピンチーしてイースピンを取ってないってことなんで、うんうん、ちょっとおかしな話になっちゃいますよね、うんうんうん、なのでウッパーピンは結構ないと思いますよね、これ6、7、うん、6、7、7から7切ってウッパーピンはね、うんうんうん、なってないんで、もう出とるやんけって話ですもんね。なんで、まあ、7、7、8から、うんうん、そうすると、あれあなた6級ピンなんじゃないの、あなた6級ピンの人ってなるやつですよね。そう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 、パーピン切りよりもはるかにチーピン切りは6級ピンに見えやすくなりますよね、うんうん、そうですね、局面は、うんうん、この場に7っていう牌を切ることで情報を与えたくないっていうのも一つあるのかもしれないですね。あったかもしれないですね。より上がり率を、うん、出上がり率もちょっとまだ、うんうん、上げたかった。6級ピンは出上がりほぼできないっていうのもあるかもしれないですよね。というので、これをチーピンのね、うん、中ブクレット、シャンポンと、まあ、なかなかできないじゃないですか、これも。ねえ、だって、見慣れない形ですもんね、これね。見慣れない。しかも、漫画ってやっぱり両面できるのに、これにしてるのとかも見慣れない。見慣れないですよね。まあ、ここで、まあ、うん、鈴木太郎の凄さが 出ましたよね、まず。やっぱね、ちゃんといつも全部見てるんですよね。しかし、うん、やっぱりこの協会ルール、トップ欲しい、うん、そして親番の堀慎吾、28,500円の2着目で、現在ドラドラ、いくらサボロス層が4枚見えとはいえ、うんうんうん、しかも、ね、こんだけポイント持っている太郎さんがまたトップですもんね。それはもうね、やっぱり協会のね、うん、A リーグも3人が決定戦に上がれるんですけど、はいはいはい、これ以上伸ばしちゃうと、1人が確定して2枠になっちゃう可能性もあるんですね、うんうんうん、お、これ切ってる今も戻してスルスル切りましたね。ね、これ面白いですね。これ面白いですね。三蔵は4枚切れてるんで、あ、そっかそっか、スルスルが見えたんですね。そう、今ね、スルスルが2枚切れになったんで、うんうん、このスルスルがあんこになることがなくなったんで、スルスル切りましたね。もともとチートイスじゃなくてメンツ店にしたいんですね。メンツ店にしたい、うんうん。まあでもこれでもまだ十分戦えるドラマじゃないですか。うんうんうん。あ、この今も切られた、痛ぇ。もうこれもうシャンポンの受けなんか一個もないですもんね。そうなんですよ。おっ、若さん天敗だけど数ピンはちょっと切るのやーよと。数ピン切るとウーパー層の天敗、ウーパー層上がれそうですね。めっちゃ上がれそう。でもこれ数ピンってこれションパイなんですね。ションパイ、確かに、うん、あ、でもウーピンが4枚目ですか。あ、でこれあれだ、赤さんから見るとリャンピンもドラ表示牌の1枚と、太郎さんが 1,2,3 でピンズチーしてるんで、そこに1枚と自分2枚持ってるんで、リャンピンも4枚見えてるにしても、これシャンポンあるんですよね。ああ、ありますね、うん、ちょっとシャンポンの形、イースピンチーしてるんで、あ、うんうん、最終的にはパーピンですもんね、うん、やっぱり 2,3,4,4、まあ、8,9,9 とか、うんうん、あるいは 7,7,8 とか、スピンがね、シャンポンで当たるパターンが否定できないですね。否定できないですね、うん、まあ先天の自身の手じゃ、うんうん、ちょっと押せないかどうかっていうとこですかね、うんうん、それでも押してもおかしくないですよね。この一発の上がりの価値は相当高いですもんね、うん、そうですね。ああ、でもやめましたか。まあ当たる可能性はあるってことですね、うんうん、実はこれね、須田さんもね、いいシャンテンなんですね。いいシャンテンなんですよ。ドラとトンの受け入れ、はい、来ました。あ、これはい、来ました。ドッパさん、うん、いくら、うん、チーピン切りは、うん、まあ、6級ピンはかなり打ちづらいですね、うん、って言ってましたけど、うん、パーピン切りも、うん、相当やっぱりローピンで打ちづらいじゃないですか、うん、どうですかこれ、顔を見ても。あ、でもウーピンが4枚目なんですね、うん、でローピンは2枚切りなんでシャンポンに当たることもない、うんうん、単純な両面のロー級ピン
うん、だカンチャンもないですもんね。カンチャンもないですね。ウーピーが4枚目なんで単純両面のローキューピーということは、はい、まあ、太郎さんがピンズ788で持ってて、で、まあ、何か頭ともう一面図どっかに持ってますよと、うん、いうパターンでしか当たらないですね。そうですね。にしたってですよ、うんうん、にしたって、うん、まあ結構当たりそうじゃないですか。まあ当たったら8点点で言われますから、ね、うん、だいたい結構当たりそうじゃないですか、うん、あれ奈良さん8点点補充するの嫌いですか。いや嫌いとかじゃない、うん、ダメダメ補充して耐えられない、やだやだリーチ5でもなんかね、うん、マジかと思うところだからね、まあ、たまにね、あの8点点言われて払えないって思うことはある、思うことあるよね、うん、払わないマジかよっていう時あるけど、うん、まあ今回は払えないというか、うん、これ打って8000って、まあ、これはしょうがないな。まあまあ、絵面だけ見たら8000って言われたら払いますね。払え絵面だけ見たらね、うんうん、でもそうか、これ堀さんトップ欲しいんですよね。そう、トップ欲しいんで、うん、太郎さんに上がられるのもやっぱ嫌じゃないですか。自分が上がりたいのももちろんですけど、うんうんうん、で、このパローピンをこの手ドラドラでやっぱ上がりたいっていう時に、これローソーってめちゃくちゃ良さそうじゃないです？そう、ローソーは割りやすそうですよね。だって須田さんは、まあ、顔的に後からローソー2枚引いたパターンしか持ってなさそうだし、さすがにローソー持ってたらね、メンツでやりそうですもんね、うん、で、アガさんは、まあ、1枚持っててもおかしくないよと。で、タロさんは絶対持ってないし、うん、本質っぽいからね。って考えると、まあ、3増4枚切れてるけど、なんかこれ3枚ぐらい残っててもおかしくないんじゃね？この自分の両面にしちゃう価値は高いですよね。で、なおかつ両馬も結構いいじゃないですか。いや、切りたい。そう、切りたいんですよ。けどやこのローピンを、うん、だから、うん、ここで堀さんはこのローピンを、はい、切る理由を探すんですよ。はいはいはい。マージャンプロってよくそれ探すじゃない、うんうん、これどうしたら当たんねえ。切れる理由あんじゃねえのこれ。そう、切れる理由あんじゃねえのっていうのを、うんうん、これ、うん、結構8000って言われることあるので、思考放棄という言い方は良くないですけど、あ、もうこれはさすがに無理だなってやめる人結構いっぱいいるんですけど、まあ、僕は実際やめるんですけど、怖くて、うんうん、でもその思考をやる前にですよ。で、今回、うん、これ実は、はい、堀さんはやめようかな。いやいや、当たるだろ、これもさすがに。いや、きついだろ、無理だろ。これ、イーマンか、イーマンなのか。でももう、粘れないもんな、テンパって。おぉ、シャンテンでいったってなるわけですよ、うんうんうん、これ、僕見てて震えたんですよ、はい、これいけんのすごいなっていうのを、うん、多分堀さんは何を探してこうなったのかなと思って、はいはいはい、いろいろ考えたんですが、うんうん、いろいろ聞きたいことがあって、うんうん、まあ後日、うんうん、堀さんにちょっと聞いてみたのもあったんですけど、うんうんうん、まずやっぱりパーピン入りでロッキューピンは結構否定されてはないんですけど、うんうんうん、堀さんが切ってるパーピンがね、うん、40面切ってるんで、まあ、788だったらポンからスタートするのも太郎さんっぽいし、うんうんうん、なんで結構、その後に手足が入ってるんですけど、その瞬間にパーピンを引いてる以外はなかなかない、うんうんうん、後からあのパーピン引いて40面のパーピン泣けませんでしたっていうパターン、うん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 、っていうのがあって、なおかつロッキューピンにしてるのは、まあ、うんうん、多少の証拠があったんで、うんうん、なかなか証拠しないことだと思うんで、うんうん、っていうのがあってパーピン切りだったら、うんうん、とりあえずロッキューピンは、うんうん、打ちやすい牌なんじゃないかって思ったんじゃ、ここね788の話はちょっと聞いてないんですけど、うんうん、そう思ったんじゃないかなと思ったんですが、何よりも堀さんが、僕が気になったのは、うんうん、これ最終手足がパーピンじゃなくて、うんうんうん、Cピンだった場合でも、うんうん、ローピンって打つんですかって言ったんだ、うんうん、それは堀さんっていう、うんうん、やっぱ日本プロ麻雀協会でかなり強いって言われてる打ち手の人が、このローピンをこの手で絶対上がりたいからだけで切るとは思ってなかったんですよ、うんうん、なんか根拠があるんですね。なんか根拠があると思ったんで、うんうん、もしCピン入れでも切るよって言われたら、うんうん、あ、そうなんだ、あ、結構何も考えてないのかな、うんうん、それって思っちゃうんで、でもそんなはずないなと思ったんで聞いたんですよね、うんうん、そしたら、それだったら結構切らないよりかもって言ってたんで、じゃあなんでですかって聞いたら、やっぱりこの妥協で778っていう持ってた時に、太郎さんは絶対ロッキューピンにはしないと思ってる、こんなにいい妥協の時にチーピン待ちに受けないなんてことは、太郎鈴木太郎はありえないと思ってたから、ロッキューピンローピンは打てたと。
うんうん、チーピン待ちになってればと。これキューピング固まってるとしたら余計チーピンって他の人メンツとして使いづらいですもんね、うん、そう堀さんから見るとキューピンシャンプーもないんですよね、うんうん、今回キューピンがあんこなんで、うんうん、っていうのがあって、うんうん、まあさすがに形が677788とは思ってなかったと言ってましたけど、単純な778ピンだったら、うんうん、チーピン切って6級ピンに受けずに、うんうん、パーピン切ってチーピンシャンポンにこの負けだったら絶対すると思ってたからローピンを打ちやすかったって言ったんですよね、うんうんうん、それって堀慎吾と鈴木さんと結構長いんですよね、関係が。そうですね、すごい仲いいって言って、人読み込み込みで相手のことをリスペクトしてるからこそできる打敗だなと思って、うんうん、なんかねこうスパイの情報戦みたいじゃないですか。そう、ね、まさに今回のテーマですよ。そうこんな情報戦を一打でこのハンチャのトップがね決まるの、しかも大事なね、うん、A リーグの局面で、うんうん、信用できて打ち切れるっていうのはこれって本当にすごいなと思って。ゼロゼロゼロ言えないけど、ゼロゼロセブンみたいな。一回も言えてたんだけど ねギリギリなんかで裏を書きに行きます。で、これさ、裏の裏書いてくるだろうっていうことを読んで裏の裏を書いて、いや、お前裏書きに来ているんでしょ、これはローピンっていうことですよね。そう、それで打ち出せるっていうのは、いやいやいや、まあ、もちろんね、ドラドラでこの手絶対上がって、うんうん、オスに見合ってみたいっていうのはもちろんありますけど、うんうん、それにしたって結構8000と言われる牌を、うんうん、ちゃんと理に基づいて打つこの人の情報戦っていうのは本当にすごいなと思って。どうですか、これ結構すごくないですか。そうしたら見てくださいよ、これ7、今度はこれ積もっちゃう。鈴木太郎もまたすごい6級ピューレ先に上がってるんですよ。これね、4枚目引いたからビンゴですよね。何言ってるの、ちょっと何言ってるか分かんないけど、ビンゴじゃない、ビンゴじゃない、ビンゴじゃないんだ、そっか。ビンゴ何役つくの、逆に白本1、本1、あ、ごめんなさい、本1だ、ドラ1、ドラ1、ビンゴ、ビンゴ2本なの。だったら俺ビンゴやるわ。そうか、ビンゴリャーハンってもうあれさ、三色同本と同じぐらいってことでしょ。そう、すげえ。4枚目で当たるビンゴ、新しいのっていうルールはないけど、でもね、ローキーピール先にいるんですもんね。そう、まあチーピン切りだったら堀さんがローピン打ってないと思うって言ってたんで、この鈴木太郎の上がりの凄さ、うんうん、とローピンを押した堀慎吾の情報力の高さ、あの瞬間にまとめられる高さと人読み、すごいですね。この1曲を選んだ僕の気持ちが分かりましたか。いや、分かりました。いや、僕ね、まあ、太郎さん結構仲がいいので、はい、あの食事したりすることもよくあるんですけど、はい、あの常識を疑うことがすごく大事だと思ってるって言ってて、うんうんうん、聞いたことあるんだそれ。そう、だから例えばさっきのって677788で7切ったらロー級ピンですよ、両面ですよっていうのも、まあ、一つの当たり前だし、うん、で6切ったら分かりやすいシャンポンの形ですよっていうのも当たり前だし、うん、なんかそういうね、いやでもこれって本当に当たり前なの、よくよく見てみたらどうなのっていうのをやっぱり一台一台疑ってるんですよね。あー、太郎さんっぽい。そう、なんかよくあの、まあ、太郎さんも堀さんに対してあの人はすごくゲームの方が高いとか、うん、で堀さんも太郎さんに対して同じことを言ってるじゃないですか。本当ゲームセンスはもうピカイチだと、うん、なんか垣間見えますよね、この一曲。そう、羨ましいなと思ったの、うん、だから僕も欲しいの、そういう人、仲良し、そういうなんかライバル関係でありたいなっていう。どっちなんですか、え、どっちなんですか。ぼっちなんだよ、ぼっちなんだ。あんまいないんだよね。これ触れちゃいけないこと触れちゃったかもしれない。俺欲しいの、欲しいの、ダメだったらこうすると思ったからこれ切ったんだよねみたいな、はいはいはい、いや俺もそう思ったんだよねみたいな。ちょっとイチャイチャする相手が欲しい。なるほどなるほど。しかもすごい上の方で、はい、俺が上の方で話してるじゃん、はいはいはい、天井人と話してる2人みたいなのが、もうほんとね、あの雷神様同士が喋ってる、ね、そう、うん、っていうぐらいこの局面でそれできんの、うん、っていうのをやるのがなんか羨ましいなと。なおかつ、いやお前だったらやってくると思ったよみたいなね。そう、はい、それ最後言いたいよね、はいはい、うん、お前だと思ったらそう思ったんだよねって言いたい、欲しい。なんかこう、なんていうの、野球のねライバル同士みたいなね、うん、ちょっと違う、違うの、違うのね。全然違う、違うのね。そっか、難しいな。さあさあ、ということでね、うん、そろそろドッポさんが見てこれ取り上げたいんじゃないかって曲も出てくるかもしれないので、ね、いや僕はこれからも直哉さんがずっと主役だと思ってますよ。話メインじゃん。話メインだけど、いや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 、取り上げるのもね、多分ドッポさんもすごい、いやいやいや、僕と同じぐらい
動画見てると思うんで、うん、いっぱいあると思うんで、これからもね、さらなるね、はい、面白い番組になっていくと思うので、これからも近藤さんぜひよろしくお願いします。こっちこっち見るの、こっちあっちじゃない、こっちということで、はい、今回はこれにて終了となります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。さようなら。さようなら。